はい、こんにちは、ちじまさるでございます。今回もですね、フリーゲームで遊んでいきたいと思うんですが、今回、プレイするのが幸せなエミリーというゲームをやってみたいと思います。まあ、幸せなエミリーってついてる時点で幸せじゃないんだろうなというようなね、まあ、幸せな妄想みたいな感じなのかなというのをちょっと感じながら、おお、プレイ、何か流れるのか。泣かないで、エミリー。ほら、ママみたいに笑って。あの子幸せそう。全然幸せじゃなかった。お、この子がエミリーちゃんか。なんか普通にすごいエアコンついてるな。ママにもらったクマのぬいぐるみだ。ママ。本に写真が挟まっている。If you are happy and you know it, give a smile. もしあなたが幸せだと分かったら笑え、みたいな感じですか。私の好きな絵本がある。ねえ、店員さん、どうしてママは動かないの？うわ、なんかそういう絵本あ、そういう絵本。ねえ、店員さん、どうしてママは動かないの？不思議そうに尋ねる男の子に店主は答えました。君のママはね、眠っているんだよ。たくさん頑張ったからゆっくり休んでいるのさ。ああ、子供騙し系のね、絵本ですね。じいさんあんまこういうの得意じゃないんですよね。読むのもなんかちょっとあんましんどいというかね。おお、ってことはお母さん死んでるんですか。救急箱、小さな箱だ。取っ手がなくてうまく開けられない。なんか手紙ある。紙片を手に入れた。私はママが好き、誰よりも大好き。これは真実なんだろうな。私の服が入ってるタンスだ。観葉植物。あ、すごい。なんかこう探索いっぱいできるゲームめっちゃ好きなんですよね。クレヨンが置いてある。大きなライトだ。私のベッドだ。取っ手を探してくればいいんですか？え、出られるの？うわ、広っ。ドアは開かない。え、怖っ。追いかけられないよね。ちょっと待ってください。セーブは？あ、トイレだ。あ、すごい。え？今本当に嫌がっちゃった。じいさんね、ちょっとこれ苦手なんですよね。すでに触りたくない。え、わかります。じいさんもわかりますよ。わかります。エミリーさん。君の気持ちはわかります。お母さんの話。いや、マップ広っ。なんかお母さんの話出てくるけど、お父さんの話出てこないの結構怖いですよね。あら、エミリー、どうしたの、こんな時間に。いや、これ映像なんですかね。え、怖い怖い。怖い夢でも見て目が覚めちゃった。それならママが一緒に寝てあげる。そうすればもし怖いことがあってもママが守ってあげられるでしょ。優しいママだっていう昔の話か。手紙を手に入れた。次の帰国は予定より遅くなりそうだ。君に寂しい思いをさせているのは分かっているし、俺も君とエミリーと会いたいといつも思っている。だけどもう少しだけ待っていてほしい。そういえば前回の手紙にエミリーの写真を同封してくれてありがとう。もう6歳だなんて信じられない。子供の成長は本当に早くて驚いているよ、ウィリアムより。ああ、なるほど、ウィリアム海外にいるんだ。鍵、寝室の鍵を手に入れた。だってビデオデッキだ。電話機鳴らない。童話の本がある。ボートをこごうよ、優しい流れに乗って楽しく陽気に。人生なんて夢に過ぎない。え、フラグかな。夢なんですか。ドアはかな。やっぱここドアあるのか。特に変わったものは入ってない。このマップめっちゃ広いね。綺麗な花。あ、家族写真。私の写真だ。あ、そう。外に出る必要はない。ここは来そうだね。開かないんだ。ドアは開かない。開かないところは開かないのかな。寝室の換気？あ、おトイレだった。あ、ここだよね。お父さんとお母さんの、え、高くて手が届かない。え、もうなんかいたよね。お母さん、
綺麗な指輪だ。ウィリアム&オリビアと刻印されている。オリビアがお母さんね。文房具が置いてある。サイドテーブルの下に鍵が落ちている。洗わないと汚れた鍵。パパとママのベッドだけど枕1個しかない。相当パパいないんだな。2003年。これ何、誕生日と書いたメモが貼ってある。誕生日か。どっかでわかるんかな。あ、ここ。どうして泣いているんだいエイダ。悲しいからよお父様。どうして悲しいんだいエイダ。ダイナがいなくなったからよお父様。新しい猫を買ってあげるよエイダ。それじゃあダメなのお父様。どうしてダメなんだいエイダ。ダイナじゃないと意味がないのお父様。猫が死んじゃったのかな。なんで泣いてるんだいの後にさ、悲しいからよお父様っつってんのやばいよね。これ椅子持っていけないの。まさかスーツケースを使うんか。ちょっと待ってね、どっかにあったかな。とりあえず鍵洗ってくるか。ここかな。あ、ここじゃなかった。あ、そっか、トイレ上か。いや、このゲームなんかこんなに。ダイニングの鍵。ダイニングってどこだ。リビングの隣。パパとママの寝室だった。間違った。下か。ダイニングって基本リビングの横にあるイメージ。ここかな。おお。おはようエミリー。今度の土曜日にパパが帰ってくるんだって。そしたら3人でどこかにお出かけしたいと思ってるんだけど、エミリーはどこに行きたい？え？エミリー本当に幸せ？幸せなエミリー。あ、待って、電源をつなぐったとか。待って。電源コード。あ、調べられるわけじゃないんだ。なんかそこに手紙あるな。バースデーカードを手に入れた。12月19日、エミリーって書いてあるね。ここ開かない？ドアノブが外れてしまった。ドアノブとネジを手に入れた。なるほど。ネジね。なんかちょっと怖いんだよね。あ、いつまでこっちにいられるの？21日の朝までの予定で。あら、エミリー。ちょうどよかったわ。パパが帰ってきたのよ。久しぶり、エミリー。元気にしてたか？待って、これパパのさ、荷物かかってるよね。あ、え、これ怖くない？ママの日記を手に入れた。ウィルが久しぶりに帰ってきた。休暇はあまり長くないみたいだから、またすぐに仕事に戻ってしまうのは残念だけど、家族、3人で過ごせるのが何よりも嬉しい。1年に数回しか会えないせいで、エミリーはウィルに人見知りしている。話しかけてもほとんど答えてくれなくて、ウィルは寂しそうだった。エミリー、ちょっと待って。ちょっと素手で触りたくないって言って。何があれば取れるんだろう。ハサミみたいなやつかな。これ開くのかな。12が、こうかな。12月19。カッターナイフ。カッターナイフどこで使うんだろう。これドアノブで開く？待ってね。あ、そうだね。アイテムボタンどれかなと思って。ドアノブ、キッチンのドアから外れてしまった。カッターナイフ、いろんなものを切ることができる。ネジ、ドアノブを固定していた。とりあえずセーブしていい？
セーブしないと怖くてね、何もできないから。資料、ママの日記、手紙、6歳なんて。いや、なんかちょっと楽しくて、なんかむご、え、絵本落ちてきてるじゃん。床に絵本が落ちてる。工作の本を手に入れた。小さな子供でも簡単にできる工作を紹介。段ボール箱とカッターナイフを使って、可愛いお家や動物を作ってみませんか？怪我をしないようにご注意ください。え？何今の？あ、エミリー。怪我しちゃったの？クレヨンが置いてある。これ？ドアは開かない。怖っ。ちょっと待って。なになに？自分で切るとかできんの？鳥肌立っちゃった。カッターナイフで切ります。え？エミリー何してんの？打ち身、切り傷、すり傷、切り傷。かなり多いですね。どれもエミリーが自分で。最初はカッターナイフを使って。お母さん、エレベーターの音でかくね。怖っ。エレベーターの音。ここに入ればいいのか。診察室。なんか自傷行為をしてしまうのかな。カゴが置いてある。医者の目を手に入れた。エミリーちゃんには複数の傷がある。自分の体を強く噛む、カッターナイフで切る、壁に頭を打ちつけるなどの自傷行為によるもの。本人はこのことについて話したがらない。はあ、2004年って書いてあったね。これくらいの年齢での自傷だと親の気を引くためである場合が多いです。ただ他にも様々な理由が考えられるので、まだ決めつけることはできません。はあ、そうなんだ。待って待って、エミリーちゃん血出てるじゃん。なんかもう一人の自分がいるみたいな感じなのかな。血だまりの中に何か落ちている。歯が血で汚れたカッターナイフを手に入れた。ここにスコーがある。クレヨンか。なんか歩いてった。ここやっぱ開けられないよね。なんか光ってるの気になるんだけど。あ、そろそろ行かなきゃいけない時間。ああ、名残惜しいけど飛行機に遅れたら大変だ。空港まで送っていくわ。ありがとう、助かるよ。なるほど、あそこドアあんだ。あ、中で髪の毛。ママの日記2を手に入れた。ウィルの休暇が終わった。今度はイラクに行くらしい。何も心配ないよなんて言ったけど、どうしても不安な気持ちになる。家族3人の時間は楽しくて短かった。次に会えるのはいつなんだろう。いなくなって1日も経ってないのにそんなことばかりと考えてしまう。あ、お母さんも寂しいよね。あ、ガレージ、書斎の鍵。ああ、カタネフで切ろう。あ、洗わなきゃいけないのね。硬いもので立てたら壊れそうだから。じゃあ、あのトンカチがいるんだな。やることいっぱいあるな。書斎の鍵、書斎ってどこだろう。なんか書斎はなんとなく上な気がするよね。違うかな。とりあえずカッターナイフを洗って、めっちゃ、ん？
洗っても綺麗にならない。綺麗にならないの？カッターナイフ。お、なんか光ってもなる。何かの部品が置いてある。取っ手を手に入れた。おお、小説がある。死のことを知った時から私は生きることを恐れるようになった。可能であるなら戻りたい。まだ死を知らなかったあの幼き日々に。まあ、確かにね、子供って金庫、死を知らないからね。なんかアフガニスタン、なんかこう無謀なことしちゃうみたいな。ウィリアム・クランストン様、この度当社の車をお買い上げいただきありがとうございました。気になることがございましたら気軽にご相談ください。小説がある。笑顔を忘れないよケイト。船に乗った私に向かってコリーが叫んだ。泣いてもいいけど笑うのを忘れちゃダメだ。二度と戻ってこれなくなっちまうからな。ほーん、観葉植物、文房具。今アイテム何持ってんだっけ。このゲームなんかめっちゃ探索するとこいっぱいあっていいね。なんかあ、そうか、取っ手が手に入ったんだ。じゃあ取っ手が手に入ったから、あ、ちょっと熱があるみたいね。大丈夫よエミリー、風邪なんてすぐ良くなるわ。だからそんなに不安そうな顔しないで。こんな時はね、ほらママみたいに。ほう、あ、でこれね、取り付けたカッターナイフの刃がたくさん入っている。新しいものに交換したと。なるほど。でこれでようやく段ボールが開けられるのかな。まあなんか調べるとこいっぱいあるし、アイテムもいっぱいあるんだけど、一個ずつできる感じがいいね。お、これどこ。した。お、板が打ち付けられていて通れない。え、誰か泣いてる。最初笑ってるのかと思ったら、あ、お母さん。なんかさ、脅かし要素ないのにちょっと怖いよね。手紙置いてある。痛いのは嫌い、でも痛くないとダメ。あー、エミリーの、なんて書いてある。あ、わかんない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 。Don't cry, don't cry って書いてあるのか。I love you, mommy. Give me a smile, don't cry. お母さん泣かないでってことか。あ、ここも、びっくりした。私がいる、はあ、切ります。うわ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 、これやばいな。音音、ちょドライバーを手に入れた。何も入ってないポリタンク。車が止まっていると。シャッターが閉じている。なんだっけ？さっき手に入れたのが、ドライバーか、ネジを回すものだから、ドアノブが取れたところがあったよね。どこだっけ？キッチンだっけ？キッチンというか、ダイニングっていうか、ここか。この先のドアノブが取れちゃったから、取り付けると。ほうほう。ゴミ袋。冷蔵庫かな？電子レンジ。排水口の奥に何か落ちている。少しだけ手が届かない。コーヒーカップが2つ置いてある。料理のレシピ本。ママのお気に入りの鍋つかみ。あれ、少しだけ手が届かないって、やっぱトイレのものを取るのと同じものかな。カッターナイフとドライバーしか持ってないのか。ちょっと探索がいるかな。ちょっと探索してこよう。
うわー、信じられない。こんなとこに踏み台があった。くそー。結構いろんなとこ探し回ってきたのに、あのなんか茶色いもの調べ忘れてたなんて。信じる。もしもし、ミル？うん、私もエミリーも元気よ。最近までエミリーが風邪ひいてたけど、もうすっかり良くなったし、ウィルは何ともない？病気とか怪我とか。それなら良かった。うん、無理しないでね。もしもし、ウィル？久しぶり、元気そうで良かった。うん、今年の夏も相変わらず暑くて、去年よりもひどい気がするわ。でもそっちはもっと暑いんでしょ？テレビで見たの、すごい気温になるって。気をつけてね、熱中症とか他にもいろいろ。もしもし、ウィル？忙しいのは分かってるんだけど、そのエミリーの誕生日、今年は帰ってこれそう？よかった、帰ってこれるのね。会うのは半年ぶりぐらい。うん、分かった。エミリーと一緒に楽しみに待ってるから。母さん超病んでるんじゃない？踏み台ゲットしたから。いや、ようやく進んだな。なんか結構全部屋探し回ってね。手紙に。電話でも言ったけど、今年は君と一緒にエミリーの誕生日を祝えそうだ。去年も一昨年もこの時期には帰れなかったから、すごく嬉しいよ。帰るのは誕生日の当日になる予定だから、少し慌ただしくなったらごめん。プレゼントは用意しておくよ。ウィリアムより。追伸、空港から家まではタクシーで行くから、迎えのことは心配しないで。踏み台を置いた。はい、この土ゲット。ゲットしたから、今度は車庫に行きますね。また何か置いてある。床に本が落ちている。ホラー小説を手に入れた。ゾンビがドアを壊して部屋に流れ込んだアイリーンの悲鳴が響き渡る。僕はとっさに足元に落ちていた金槌を拾って、ゾンビの腐った頭に叩きつけた。え？叩きつけるんでしょ？エミリー。そういえばエミリーは毎日同じような夢を見るみたいなんです。私が寝ている。頭に怪我をしているようだ。トイレ。トイレ。こういうの地味に怖いよね。うわ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 。男子トイレ入っちゃう？ 水で満たしてやるぜ。ここも赤くなるんか？小便器だ。これ何？うわー、これはひどい。血便が。すげえ、ドアは開かない。ドアは開かない。点滴をするかい？クリスター。いや、マジでビビった。食事などを運ぶバーゴンだ。ドアは開かない。通れないんだな。これ何？体温計。外は何も見えない。ああ、毎日同じような夢を見る。はい、夢の中でエミリーはいつも。もう一人の自分を傷つけてるらしくて、それもどこで覚えたのか、すごく残酷な方法で。ああ、鍵開いたな。なんか落ちてる。医者のメモ。エミリーちゃんは毎日同じような夢を見る。現実の事象よりも危険な方法で、もう一人の自分を傷つける夢。自分を傷つけなければいけないという強い気持ちが現れている。なるほど。そうなんだ。ラジカセのカセットを取ってくればいいのかな？はあ、私が寝ている。ああ、
セットテープね。ペンギンだ、かわいい。いけない。じゃあこっちいけんの、いけんだ。あ、カセットテープ、待って、さっきカセットテープ、あ、 A と C ゲットしたの。ラベルに私、ラベルにママと書いてある。はあ、待って待って、また私寝てるよ。ティッシュペーパー、うーん、でここの部屋入れんのか。でパパがゲットするのね。お医者さんか。ああ、そうなんだ。これ何、床に薬が散らばっている。それはそれで管理がまずいな。はあ、一個ずつ入れていくのか。ドキドキするな。古いラカチカセだ。私を入れます。エミリーの傷を見ると悲しくて泣いてしまいそうで、でも私が泣いたってあの子を不安にさせるだけだから。分かっちゃったかも。エミリーはお母さんを笑顔にしたいんだよ。で、悲しい顔しないでほら笑ってみたいなこと言うから、傷つけると笑うと思ってるんじゃない。本人はあまり治療に積極的なタイプじゃないんです。診察中に話しかけても何も答えてくれません。人見知りしているだけならいいんですが、傷が治るのすら嫌がっているような気がして、はあ、ママ、ママとお医者さんはいつもエミリー必ず良くなるからねっていうのは、こっちがエミリーか。泣いてるのは私じゃないのに、私は元気なのに、はあ、やっぱりそうだよ。ウィルがいなくて寂しくて泣いてるお母さんを笑わせるために自分も傷つけてるんだ。うわー、なんか悲しいな。きっかけに心当たりはありませんか。エミリーちゃんが精神的に不安定になるような出来事とか。エミリーが自傷するようになったのはそのあの事故が起きて少し経った頃からでした。あ、お父さん死んだんじゃない。やっぱり関係あるんでしょうか。怖いよ。なんかさ、このゲーム、あのエンド1個しかないらしいんだけどさ、怖くてセーブしちゃうんだけど。板が打ち付けられていて通れない。缶詰、水、え、何これ。電源コード、洗剤、洗濯機、おー、あのラジカセつけに行けばいいのかな。あ、やっちゃった。うーん、あ、リビングから鳴き声が聞こえる。お母さん、ママが泣いてる。ママ、ママ泣かないで。電源を入れる。あ、これウィリアム様死亡みたいになってるんじゃない。次のニュースです。12月19日、エミリーの誕生日、空港からタクシーで行くって。南14番通りの、信号で止まっていたタクシーにトラックが追突する事故が発生しました。タクシーの乗客のウィリアム・クランストンさんが胸などを強く打ち病院に搬送、約1時間後に死亡が確認されました。それでお母さんずっと泣いてるのか。ねえウィル、どうして死んでしまったの。私とエミリーを置いて、こんなのひどいじゃない。なんかこの誰も悪くない
モノキってどこ？ ちょっと誰も悪くないのに、このずっと悲しいな。あ、どこって書いてあった？ちょっと見るの忘れちゃった。1階にある物置の鍵。物置ってどこ？ここ？あ、物置下か。1階にあるか。あ、わかった。左側は入れてなかったもんね。ここか。ママの日記を3。ウィルが帰ってくるのはまだかな。どんな料理を作ったら喜んでくれるだろう。お葬式をしたし、お墓の前にも立ったのに、まだそんなことを考えてしまう時がある。うわ、悲しい。ウィルに二度と会えない。ちょっと泣いちゃった、じいさん。そのことを考えようとすると、頭の中がぐちゃぐちゃになって苦しい。私はどうしたらいい？どうしたら苦しくなくなる？エミリーがさ、病院に行き始めたのが2004年って書いてあるのがずっと気になってて、だからこの12月19日にお父さんが死んで、お母さんがもうすごく泣いちゃって、エミリーが怪我すると、お母さんがほら笑ってみたいなこと言うから、エミリーは怪我し、傷してるんじゃないかなって。鍵がかかってる。ほら。If you're happy and you know it, give a smile. 掃除機だ。バケツの中に何か、ゴム手袋。ああ、来た来た来た。とうとうゴム手袋。パパが使っていた椅子。僕には選択肢がなかった。でも後悔なんかしていない。僕が知っているのはこの道しかなくても、それが正しいと思うから、この道を選んだ。エミリーはさ、やっぱいろんな小説とかでね、そういう情報を得てるからさ、ね。ドライバーじゃなくて、ゴム手袋が。ねえ、ウィル。何をするのも苦しいの。もうこんなのは嫌。私はどうしたらいい？お母さんだって悪いわけじゃないんだけどね。金庫の鍵って書いてあった？あれは必要ないのか。金庫の鍵。お母さん。拳銃がある。これで自分の頭を撃てば。もう苦しまなくてよくなるなら。お母さん。これ拳銃入ってんじゃない？紙片さん。パパはいなくなったってママが言ってた。パパのことはあんまり覚えてないけど、ママは悲しそうでずっと泣いてる。どうしたらママは笑ってくれる？うわ、エミリー。ビデオテープ。なんかもう悲しいよ。なんでこんな悲しいの？ 全部が全部すごい悲しい。なんかさ、これお父さんとお母さんのベッドだって言ってさ、枕1個しかないじゃん。帰ってきてないんだねってじいさん言ったけどさ、お父さん死んだから枕1個なんだね。ねえ、ミリー。ママはどうしたらいいの？ダメよね、こんなことをエミリーに言ったら。私がしっかりしないといけないのに。これで自分を切るっていう選択をするようになっちゃうのか。いやー、これだから結局エミリーちゃんが傷つけててさ、お母さんが悪いのかって言ったら、お母さんが悪いとは思えないよね。エミリー？うわ、何してるの、エミリー。ピンセットを手に入れた。あ、なんかキッチンのとこに、ここトイレだった。ここ2階か今。ママの日記よ。突然エミリーが私の目の前でカッターナイフを使って自分を切りつけた。手を滑らせたとかではなくて、どう見ても自分の意思で切っていた。自分で自分を傷つけるなんて、どうしてそんなことするのかわからない。エミリーは泣いていて、理由を答えてくれなくて、ただ慰めてあげることしかできなかった。お母さん、エミリー。はあ。
工具箱の鍵。あれ、工具箱どこにあったっけ？ 忘れちゃった。工具箱は外出たとこのこっちか。なんでこんな悲しいんだ。ノコギリを手に入れた。じいさんすごい途中からとんでもなくサクサク進んでる。床に新聞が落ちている。新聞を手に入れた。ミズーリ州セントルイスのアパートで10歳の少年の遺体が発見されました。遺体の一部がノコギリで切断されているなど非常に激しく傷つけられていることから、犯人に強い意志があったとして、あったとみて捜査しています。ノコギリで切断だけ残るんですか？ああ。ぐちゃぐちゃ言ってる。まあでも人間の体はそんな綺麗に切れないけどね。ノコギリが落ちている。ここになんか手紙落ちてるもんね。ママの日記後、あれから毎日ようにエミリーは自分を傷つけようとする。気がつくと怪我をして泣いていて、それを慰めてあげながら傷に包帯を巻く。ずっとそんなことの繰り返し。ウィルのこと、エミリーのこと、どうして悲しいことばかり起こるんだろう。それでも気を抜くとすぐに泣いてしまう。こんな生活もう終わらせてしまいたい。ママが泣いている。ちょっと待ってね、ママ調べてきてからもいい？血の匂いがする。ママ泣かないで。ママ、私が寝ている。私はもう助からないわ。腹に打たれた穴から血が溢れているのに、彼女は異常なぐらい冷静に言った。だから私のことは忘れて、ダニエル。あなたに会えてよかった。っていう小説読んで腕を切ったやったのね。僕に触れて、ささやくような声が聞こえて振り向くと、そこには美しい少年が立っていた。私の腕が勝手に動いて、その方に触れる。ドロリと少年の眼球がこぼれ落ちた。って言って、眼球をくり抜いたのか、夢の中でね。カードキーをかざして医療デッキに入ると、採掘船で起きた事故の怪我人でいっぱいだった。泣き声と嘆き声の合間に医者の声が聞こえる。頭部の損傷が大きすぎます。ナノマシンでも保管できるかどうか。ということで、頭部を激しく損傷させたと。魔女は殺さなくてはならない。人々の望み通り、可能な限り苦しめながら、貼り付けにされて怯えている彼女に向かって、僕は致命傷にならないように剣を振る。何度も何度も全身を切り裂くまで。で、切り裂いたのね。これさ、下入れるやつか。これは？トーチカの中には死体が散乱していた。ちぎれた腕や足が、何これ？と混ざり合っている。僕はそれをパズルみたいに組み合わせて、ここで倒れた戦友たちの数を数え始めた。お母さん。また戻るんですか？さっきなんか光ってなかった？あれ、いけなくなってる。ドアなのか。あれ、でもここ最初来たとこか。じゃあさっきんとこ出口あった？いやー、なんかこれ何が正解か分かんないのが悲しいよね。血の匂いがする。音はあんのか。気づかなかった。エレベーターは動いてない。またなんか、なんかいろいろ置いたな。これは調べられるのか。写真が置いてある。
最初は勝ったトンカチノコギリとどんどん残酷になっていくと。軍手が落ちてエレベーターつける。はあ、まあまあ泣かないで、軍手持ってこうよ。なんでじゃあ落ちてんだよ。あれ、この新聞みたいの読めないのかな。ちょっと読みたいんだけど。あ、読めなそうだな。はあ、エレベーターが動いてるんですか。はあ、ママの日記。エミリーが泣いてるときは私が笑いかけるとすぐに泣き止んでくれる。うわ、もっと小さかった頃からずっとそうで、それは自分を傷つけて泣いている今も変わらない。そうだ、私が泣いている場合じゃない。どうしてもっと早く気づかなかったんだろう。エミリーが傷ついて泣いているのなら私が笑顔で助けてあげなきゃいけない。嘘でもいい、ずっと笑っていることができなくてもエミリーの前では笑っていよう。悲しいな。またママの泣き声が聞こえる。ママこっちか。ママ泣いてるの。ああ、また怪我しちゃったのね。泣かないでエミリー。ほら、ママみたいに笑って。ああ、なんかエミリーどっかでさ、私幸せ、なんか元気なのにみたいな言ってるシーンあったよね。うわわわわわ、もう何もしないでも傷つけてる。エミリー、まだ怪我して。私が泣いたらダメなのに、泣いたら。はあ、エミリー、いや、これエミリー、幸せなエミリーってタイトルのゲームですよ。いや、私が病気になるとママが笑う。ああ、飛ばしちゃった。ちょっと待って、飛ばしちゃった、すいません。え、今の読めない。あ、視力がびっくりした。私が病気になるとママが笑う。ママが笑うと私も笑う。私が怪我するとママが笑う。ママが笑うと私も笑う。うわ、悲しい。これいつもならそうなのに、今日はママが泣いてた。いつもなら笑ってくれるのに、もっと怪我をしなきゃ。エミリー、ママが寝てるからもっと怪我しなきゃってこと。あ、なんか落ちてる。ウィルが死んでからずっと私も死んでしまいたいと思っていた。エミリーが自傷するようになった時はそれ以上にそう思った。でもエミリーが自分を傷つけるのは私を悲しませるためじゃない。きっと私の助けを必要としているからなんだ。そんな風に考えるようになってからは死にたいと思わなくなった。未だに自傷する理由はわからないし、現実から目を背けたくなることもある。それでもエミリーが私を必要としてくれるのならまだ頑張れそうな気がする。うわぁ、え、車、なんか特に当てもなく来てみたんだけど。あー、開いてるじゃん、ここ。ママの日記が置いてある。うわ、拳銃使うんだこれ。なあ、なんてゲームなんだ。自殺が唯一の逃げ道だと思い込んで、今までこの拳銃を捨てられずにいたけど、明日にでも処分してしまおうと思う。私まで自分を傷つける意味なんてないんだから。
ああ、エミリーの悪いところ出てる。一部を過剰に見てしまう悪いとこ出てる。ありがとうございました。エンディングだな、これきっと。うわー。めっちゃいいゲームだったな。パクタスを使ってたか？あ、あれか、カッターの写真とかか。びっくりした。あったっけ？と思って、全部ドットじゃなかったと思っちゃった。お母さんが起きて。あれ、エミリーがいないわ。どこ行っちゃったのかしら。母さんのこと思ったらもう、エミリーどこなの？エミリー？あれ？ドアが開いてる。エミリー、まさかこんなところまで一人で？いや、なんかこのさ、プレイとか、ストップとか、この雰囲気の作り方めっちゃ上手だね、この人ね。はい、ということですね。幸せなエミリーというゲームをやりました。まあ、タイトル通りね、まあ、結果的にお母さんが望んでいる形での幸せではなかったけど、エミリーはさ、お母さんが笑っているのが幸せだから、まあ、エミリーは幸せだったんですよっていう意味だと思うんだけど、いやー、まあでも実際こういうこと本当にあるからね。なんかだって結局これもさ、お父さんが死ななければさ、始まらなかったことで、まあ事故っていつでも起こりうることだから、はあ、いいゲームだったな。めっちゃ面白かったです。ありがとうございました。いやー、いい雰囲気のゲームだったな。あとなんかこの探索する場所がやっぱりいっぱいあるゲームってめちゃくちゃ面白いって、まあじいさんは思うんですけど、なんだ、一回踏み台見つからなくてね、めちゃくちゃ探索した時間があったんだけど、なんかその探索もそんなに難しくなかったし、まあどっちかっていうとね、こうだんだんこう、エミリーの自傷する理由が分かっているのに、核心に迫っていかなきゃいけない、なんか、赤字のさ、資料と、なんか死体がこう、ベッド並んでる夢の中の世界みたいなのが、なあたりが一番嫌だったな、自分の中でね。いやー、まあでも、エミリーね、幸せじゃないよ ね。はい。それではね、これで、フリーゲームの実況終わりにしたいと思います。それではまた次のフリー実況でお会いしましょう。バイバーイ。